お分かりいただけるだろうか。頭ぶつけました。はい。私、ここのとこ、もう一月以上かな、腹筋ローラーってやつやってるんですよ。皆さんお分かりになります？腹筋ローラーって。なんかこういうので、なんつうの、ギューとか言って、また戻って、みたいな、その、なんつうのかな。ね、あるじゃん。よく、その、これだけやってれば、もう、腹筋が、みたいな。腹筋ローラーが、ありまして、僕最近やってるんですよ。ちょっとお腹の出っ張りが気になるお年頃じゃないですか。で、そのおかげもあって、割と最近ちょっとへこんできたと思わないような気がするんですよ、僕は。で、毎日、30回ぐらいこうやって、頑張ってやってるんですけど、昨日、この、ぎゅーっと行って、戻るときに多分油断したんだよね。つるんと中に戻っちゃったわけ、こう、くっと。そうするとどうなるかっていうと、頭から落ちるんですよね。うん。床にですね、ここから激突しました。夜中のことです。毎晩の夜12時ぐらいの麻雀の生放送終わった後に、風呂入る前にちょっと腹筋ローラーをと思ってやってる時ですよ。大惨事ですよ。もうね、あーって思ったね。だどうにもなんねんかも、これで。もう手も戻んないしさ。でも、自分の、一番信頼できるこの石頭。だって、鼻とかで受けたら大変だったよ、本当に。歯とかほら、ここで受けたら大変だったから、こうだと思って、もう床に穴開くんじゃないかぐらいの感じで、やりました。で、もう、死んだかなって思うぐらいの、いや、このね、衝撃は、なかなかないね。うん。で、もう見る見る、今はちょっとだいぶ収まってきたんですけど、見る見る、ぷくーってなんか漫画のような、腫れ方になってきまして、うん。で、これは頭蓋骨割れてるかもしれないと思ったんですけど、まあおそらくこの触った感じ、あ、でも割れてない。すごい痛いだけだ。みたいな感じでね。ただ、まあそれでそのまま、冷えピタかなんか貼ったのかな。それでそのまま寝たんですけど、ちゃんと俺朝目覚めるかなと思ったんだけどね。無事目覚めたんで、こういう報告ができます。はい。腹筋ローラーは多分効果があるのかもしれないですけど、危険な時もありますんで、お気をつけてやりましょう。なんか俺テレビでも見たんだよ。そういえばなんか女の人がなんかそれやってて、顔打ってなんか大怪我したみたいなテレビを前に見た覚えがあるわけ。なんなわけないじゃんと思ったけど、あれはやばいよ、やっぱだって。バランス悪いし。うん。で、本当にちょっと気を抜くとスルンといっちゃうんだよね。はい。なので、はい。僕おでこしばらく痛いですけど。ということでした。じゃあ皆さんお気をつけください。痩せます。頑張って。